ゾエチャンネル。はい、ザサラリーマンゾエチャンネルです。MSI ゲーミングノート PC にてプレイする、ドラゴンクエストの11、過ぎ去りし時を求めて S の体験版ということで、今回第6回目になります。それでは早速始めていきたいと思います。はい、それでは、サラリーマンレベル9からスタートしていきます。あらすじが入りまして、あらすじって、前回は、あれですね、ナプガーナ密林を抜けていくところからでしたね。で、途中で武器を、こう、火事をしまして、武器の。そこで終わったっていうところですね。で、この犬がちょっと勝手についてくるようになってっていうところですね。はい。ちょっとまた馬に乗りたいですね。ちょっと、会社への通勤中にちょっと調べてしまったんですけども、馬で敵を、引き殺すというか、そういったことをしても経験値は入るそうですね。これいけんのかな?こりゃひでえ。橋がめっためた。他に向こう側に行く方法がないか、この辺りを探してみようぜということで、ですね。パッと見はないんですけど、ここになんかびっくりマークついてるんで、こっち行ってみたいと思います。ダッシュダッシュ。こっちですね。お、なんだこれ。不思議な形をした根に手のあざが反応してるようだ。どうなんの?バッコンカココン、キーを切るべオーラーはキコーリ、森の恋人。だいたいキコリが登場しますね。だいたいどの話にもキコリが出てくるんですね、多分。昨日直したばかりの橋が真っ二つ。じゃじゃーん、それはこの俺、いたずらデリル。スネオじゃないんか、これ。これスネオですね。せっかく壊した橋を直されてたまるか。これでも食らえ。あ、スネオや。あ、もしかして犬になった。あ、そういうこと。なるほどね。はいはい。今の光景は一体何だ?お前。マジか。やれやれ。どうで、まあ、どのみち橋が直らなきゃ。さっきの光景が本当なら、このワンコロが、まずは来た道を戻って。はい。怪しいところというか、宝箱ですね、単純に。もう見逃しないですかね、こっち。なんもないですね。宝箱。こっちの方に行ったと思うんですけどね。マップ見ますか。お、びっくりマークが増えてますね。少し戻る感じですね。では戻ります。こっちかな。お、なんか牛。あ、敵かと思ったですけど。この辺りは明日いっぱいずっと晴れが続く。別の場所で牛を見かけたら話しかけてみましょう。ちょっと顔を見たい。ああ、牛っすね。
崖沿いの道を進みます。お、ここ、この中にスネ夫が入ってるね。はい、はい、わかりました。一応中ボス的な立ち位置なのかな。結構レベルも上げてるんで、そんなに苦戦しないかなと思うんですけど。結構強い。いやでもいけるでしょう。ちょっとこのカミュさん命令させたいんですけどね。作戦が、あ、バッチリ頑張りになってますね。命令させろ。で、よし。じゃあ、火炎斬りをひたすら撃つと。あ、ホエミ使うんすね。火炎斬り。あ、もう使えない。片手剣を装備していないため、使えないんすか。じゃあ、これでいいです。あ、火炎斬り。そろそろでしょう。よし。一応、お、いいですね。102ポイント。74。ここで悪いスネ夫をやっつけて、犬が戻ると、キコリさんに。はいはい。満腹さんでした。満腹さん。はい。休めば橋が治ってるってことですかね。一晩で。ありがとうございます。命の大樹、そしてこの森にある輝く、ああなるほどね。あれはそしてあの根は、え、オラのじいさまはそのね兄ちゃん、あんた犬、まあいいや。うん、行きましょう行きましょう。さよなら。休みます。俺ここにも木こり？違うね。あ、なるほど。行商人。欲しいものは特に。特にないけどね。まあ、薬草でも買っときますか。少し。うん。9個買っときますか。はい。薬草大事です。はい。毎度。で、ただただ広いですね。これは、どうしようかな。向かうはこっちでしょうけど。お、ちょっと戦ってみますか。ビッグハット。これも初めてですね。一撃。ビッグハート立ち上げつけた。3ポイント。はい。これはなんか戦ったことがある気がしますね。よし。馬に乗りたい。
馬に乗ると自分よりレベルの低いモンスターを、引いて倒、そのまま倒すことができると、いう風になってるみたいですね。で、経験値が入ると。お金が手に入るかはちょっと確認できてないんですけども。まあ、そういった、ドラクエの11の S はそういった機能になってるらしいですね。まあ、来てみましたけど、特に何もないですね、こっち。なんかあるかなと思ったんですけど。あ、でも、あそこにピカピカがありますね。レッドベリー、風切りの羽、綺麗な枝。綺麗な枝、今のところまだ使い道が分かってない。これ戦ってないですね。魔物の群れ。あ、リップス、リップス。戦ったかな？宝箱2つ。目覚めの粉と、なんか。地図見ます。あ、こっちに来たか。まあ、いっか。下側のルート通ってみたかったんですけど。小さな鱗。あ、鱗、いいですね。鱗のなんか、一つ作りそびれた気がしますね。こっちはなんだ？登る。うわ、なんかすごい、この岩の感じがリアルっすね、これ。すごい。銅の鉱石。いいね、素材。漬物石。銅の鉱石。オッケー。で、これは？ああ、なるほど。一応、行ってみますか。降りるだけでしょうけど。降りるだけっすね。あ、なるほど。でも下のこっちのルート聞いてないんで、一応、見るだけ見ときますね。特に何もなかったですね。よし。何もない。接触してしまった。唇に。ナメクジみたいな。馬に乗りたい。よし、目的地です。デルカダール地方ということで、オートセーブが入りまして、これは何？くぐるだけ？あ、それだけ。これは戦ったことありますかね？敵が多い。めんどくさいですね、敵が多いと。こういう時にブーメランが役に立つのかな？なんか攻撃力だけでこう武器を選んでますけど。薬草くれたらいいんですけどね。こんだけ薬草使うってことは。薬草ください。あ、くれません。どこ行くんでしたっけ。あ、石の村へ向かおうということで。石の村はこの南。どんどん行きたいと思います。石の村には、グレイグ将軍が向かったんでしたっけね、確か。お、これ、馬を呼ぶ。よし、馬ゲット。え、おしまい？あ、馬終わりました。
お、こいつはノロマのマノロじゃないですか。お母さんの名前何でしたっけ？ペトロ？なんかそんな名前でしたっけ？ペネロだったかな。で、ここで何すんの？医師の村にある自宅に帰ろうというところで、はい。自宅の場所忘れましたが、どっかちょっと高台の方だったかな。こっちの方だった気がするんですけどね。こっちだったかな。これマノロじゃないか。確かここだった気が。また屋根の上に、光るものを、発見。よいしょ。風切りの羽。おっと、宝箱。これ気づきませんでした。お金です。50。ありがとうございます。あ、ペルラですね。全然違う名前です。はい。何言ってお前さん、私はさ、とっととで、何が起こった？自分だけが成長してるって感じですかね。あ、落ちた。取りたかったのに。よいしょ、よいしょ、よいしょ。風切りの羽、枝でした。綺麗な枝。と向こうの方の屋根の上にも光るものを見つけましたよ。ここの屋根は登ったことがないな。あれで、あれで、あ、ここここ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。 OK。 薬草、いいね。特にないな。じゃあ、木の下で泣いている少女に話しかけてみよう。少女は？これまっすぐ行ったところですね。少女、少女。いたいたいた。あ、犬だった。あ、なるほど。スカーフを取ってあげると。どうぞ。エマについていこうというところで、エマを見失ってしまいました。すいません。ちょっと、見失ったんですけど。あ、いたいたいた。はい、早く早く。結構連れて行きますね。どこ行くの？歩くスピード。こんなゆっくり歩くことないんで。一番遅いのがこれ。次が、これぐらい。さらに行くと、ちょっとずつ速くなって。あ、結構、数段階の走りを。
どこ？あ、これか。ねえおじいちゃん、はしご、エマのスカーフがき。あ、おじいちゃん。おや。はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。知りません。知ってるわけないですよね。でもなんで急にこんなことになってるのかね、わかんないですよね。ドラクエあるある感はありますけど。お前さんもあの子じゃな。ちょっといいえとしてますか。ひねくれて。な、そんな辛そうな顔をして。なるほど。どうやらお前さん。デルカだろうが頼りにならないと分かった以上、だがこうして話してる時間、村を出て東に向かって石の大滝、石の大滝があるじゃろ。石の大滝の三角岩の前を掘る。どうやって掘る？はい。あれ？夢？夢みたいな感じ？じゃあまあ戻りますか。これは特に何もない？お墓ですね。見たところ何もないですね。ここはこんだけ世界観が作り込まれたこの空間にあれってなんかもったいない感じしますね。こっちは何かあるのか。こっちから来たのか。夢って感じですかね。あ、この朝が何か見せてくれとっていうところなんですかね。あ、石の裏がやられてますね。まったくひでえことしやがれ。お前を捕まえた後、そういや、お前がぼーっとしてる時、お、へえ、お前にはきっと、はい、それじゃ、じ、リシの大滝、リシの大滝の根っこ、根っこじゃない、地面を掘ると、東に向かったところ、はい、方針に対する。それはショックっすよね。あ、あった。これこれ。あ、こういう人は、お祈りしておきます。この村が治ってくれますように。ですね、まず村を出て、
もうちょっとこの村を探索した方がいいなのかもしれないですけど、とりあえず話ストーリーを進めていきたいと思います。よし、馬に乗れる。OK。これでこうどんどんぶつかることであれらしいですよ、経験値が入るらしいですよ。まあこの辺にしときますか。東滝デルカダール地方を抜けで、デルコスタ地方にある石の畑の三角岩。デルコスタ地方自体は二つの行き方があるのかな。ただこっち近そうだね。こっちに向かってみましょう。だいたい近道ができないような感じなんですかね。あれこっちじゃない、すみません、道に迷った。あれ、あ、これか。合ってる、合ってない、合ってない、こっちじゃない、こっちこっち。これをこう行って、ん、あ、こっちか。やっぱりお宝箱発見。打ち直しの宝珠、あとは何もなさそうですね。はい、デルコスタ地方の大滝。乗れないか。降りますか、仕方なく。お、いいね、清水。あ、登れた、登れた、登れた。この辺を掘るんじゃなかったかな。違いましたっけ。違ったかな。石の大滝でしょ、このはずなんですよね。あ、三角岩ね。まあ、三角岩。三角岩はどれですか。これ？三角岩はわかんねえ。これか。違う。お、これか、三角か。手紙。手紙か。あなたがこの手紙を読めるようになった。あなたが生まれてすぐ、故郷のユグノアの地が魔物に、いいですか、心ある人に拾われ、あなたは誇り高き、あ、本当の母親からの手紙ってことですかね。大いなる一緒に、どうやらお前の母親、親愛なる孫へ、未来から来たお前に出会った後、わしは約束通り母親の手紙はもう読んだかの。あの、わしはあの手紙に従い、なぜユグノアの地が守るなれば、真実は自分の目で確かめるしかない。
東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石、旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石。真実を持って、はい、村人たちはもうちょっと攻撃で全員やられてしまったんですかね。すごい残酷ですね。魔法の石を手に入れた。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石。お前の爺さんが言ってた旅立ちのと言いたいところだが、その前に俺の目的も果たす。レッドオーブが移されたのはこの道の先にあるデルガダル神殿。デルガダル神殿、まずはデルガダル神殿に。はい、馬は、馬がいない。馬、はあ、馬あれば少しでは早く行けるんですけどね。よいしょ。メソコボルト、お、来た来たゾーン。メスコボルト、いやいやいや、なんかしつこいな。え、神のゾーンでは、お、来た来た来た、連携シャドウアタック、なんかもったいないですけど。よし、装備袋に、あ、どうぞ、いいの落としますね。そんなじゃないかもしれないですけど。裏側だったと。じゃあ、デルカダール神殿行きますか。なんか向こうの方にキラキラ見えるものがあるんですけどね。気のせいかな。気のせいじゃないですね。馬に乗りたい。お、なんだこいつ。見たことないモンスター。鬼火。カラクリピック。あ、関係ないやつ倒す。あ、結構やばい。やばいぞ。カラクリエッグ。OK。結構苦戦しますね。この前レベル上げたばっかりなのに。あれ、光る何かを見失ってしまった。この辺、この方向だと思ったんですけど。あ、こっちこっち。コットン、そう。さっきキャンプ地がありましたね。これができそうだ。はい、キャンプします。まず休みます。朝まで。はい、よし。で、もう一度お祈りさせていただきます。はい、もうしばらく続けたいと思います。で、ここで火事ができるのかな。火事をやりたいんです。なんか間違って申し上げましたけど、武器を作りたいですね。武器全部、なんか違うな。片手剣、違うな。違うな。防具か。全部。あ、これです、これ。鱗の盾。これ作りたかったんですよ。これ作れるのかな。よろしいですか。これね、めっちゃ叩くんですよね。叩く。はい。
いね。もう一回。お、いいね。仕上げましょう。プラス2ぐらいになりますかね。さすがに。大成功。あ、プラス3。いいじゃないですか。このたびプラス3ができた。うちのうちの宝珠も2つ。ありがとうございます。うちのうちはいらないです。で、装備でサラリーマンは盾を鱗の盾に変更ということで少し強くなりましたね。はい。で、この人はビッグブレード。このところじゃないですね。聖なるナイフブーマン。ウロコのって変えるんかい。とんがり帽子。これいいじゃないですか。騎士団の服。騎士団。とりあえずとんがり帽子を、サラリーマンが装備。で、騎士団の服。こちらを、ちょっと高いですが、紙に装備。はい、で、いらないものは売りたいと思います。革の帽子いりません。で、あと、そうですね。カミューさんの革の用意。これもいらないですね。はい。兵士の剣。これいるのかな？これいらないですよね。もう二度と手に入れない。そんなこと言われるんですかね。歌詞のブルメランは？あ、何も言われないですね。兵士の剣を置いておきましょう。なんか嫌な感じです。はい。ということで、今回第6回目、終了したいと思います。この動画でも最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございます。それではお祈りをして終わりたいと思います。またね、時間の時に、こまめにやっていきたいと思います。まあ、ストーリーを忘れてしまうので。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと感じられた方は、高評価ボタンのクリック、チャンネル登録にご協力をよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、ノートもやってますので、そちらの方も見ていただけますと嬉しいです。どうもありがとうございました。